なんかクリームっぽいものだな。は？なんだろう、鶏のミンチ。これ魚ですよ、マダイ。魚、マダイでやってるの。そうですよ、これリヨン風キュネル。あのリヨンのスペシャリティの料理なので、もともとリヨンではあの川カマスで作れるんですよ。川カマス。そうですよ。ただ日本はないので、あの日本で僕あのマダイの魚を選んだんで、一年中で一番安定しているんで、はい。はい。あと30分ぐらいでございます。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。楽しみにしてください。それでは第3部、未来の味。U から Z までの内容をちょっとだけどうぞ。 U Unusual Weather 沖縄特産のフルーツが実っている場所は V Variety こういう魚もちゃんと食べられるんですよ。 W Well Thought Out 牛乳も小麦粉も使わないアレルギー対応ケーキってX Xanadu 地球の裏側でコシヒカリを作っているのは意外にも。 Y Year Round もう夢じゃない、工場で作る野菜がこんなに身近に。 Z Zest 今や天然物を超えたと言われる養殖魚、その秘密は。で、第3問、未来の味でございますね。時間もなくなってきましたから急いで選びましょうか、あやさん。はい、あ、もうこれがね、うん、気になってます。もう決めた。はい、はい、ですね。よく考えられたアレルギーでも大丈夫、丸色マーク付きでございます。お W Well Thought Out よく考えられた。ケーキは食物アレルギーの子どもたちにとって危険な食品。牛乳、小麦、卵などアレルギー源となる材料がいくつも使われているからです。こちらはそんな子どもたちのためにアレルギー対応ケーキを専門に作っている工房です。卵、乳製品、小麦、米、そば、落花生などアレルギー源になる6つの食材を一切使わず30種類以上ものケーキやお菓子を作りインターネットで販売しています。でも乳製品や小麦粉なしでどうやってケーキを作るのでしょう。ケーキに欠かせないものといえばふわふわのクリーム。ここでは牛乳ではなく豆乳が原料のホイップを使っています。小麦粉と卵で作るスポンジの代わりにアーモンドの粉やココナッツミルクなどを使って生地を作ります。米粉を代用に使うお店が多いのですが、ここでは米アレルギーにも対応しています。私出身は台湾なので、台湾のもともとの伝統菓子は卵、乳製品、小麦粉を使わないものは結構多かったんです。で、それを発想を元にして発想したんですね。小松さんには卵アレルギーの息子さんがいて子育てに苦労した経験があるそうです。それがお店を始めるきっかけになりました。冷凍保存ができるこちらのケーキ、アレルギーに悩む全国の家庭に発送されています。北海道から沖縄まで注文は1日平均20件ほど。工房を訪ねてきたご家族、この日10歳になるカズネちゃんのお誕生日ケーキを選びに来ました。食べれるよ。はい、どうぞ。あのアレルギーがあるので、はい、あのお誕生日とか普通あのそこのね、あの普通にあるケーキ屋さんのケーキは食べれない。あー、すごーい。あ、これがさつまいも。そうです、さつまいも。すごい、みーちゃん。どれがいい？みーちゃんどれがいい？これがいいの？なんだ、じゃあこれにしようか。お父さんにお願いしてこの日のお誕生会を撮影してもらいました。弟の宇太くんも楽しそう。
2人ともケーキが食べられてよかったね。皆さんは大丈夫ですか、アレルギーは。私は大丈夫ですけど、やっぱり知人のねお子さんでね、うん、小麦卵一切ダメっていう子がいて、やっぱお土産持っていくときに和菓子しか持っていけないんですね。だからやっぱりケーキ食べられないってやっぱりかわいそうだなと思って、子供の頃のケーキってなんか夢のようじゃないですか、うん、そうですかね、楽しみが詰まってますよ ね、うん、ね。で、これ来てますよ。はい、どれか一つお取りになってください。あの回転ケーキです回転ケーキですね。好きなものいいですか。どうぞどうぞどうぞ。これいただきですか。どうぞどうぞどうぞ。こちらを失礼します。これ一回行きます。はい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 、はい、はい、これ本当に普通のケーキですよね。はい、柳原さんも。じゃあ、書いていただきます。選ぶあれじゃなかったですか。残り服があるということで。今、乳児の10人に1人がそんなに多いアレルギーだったんですよ。僕らの頃、そんなにいろんなことは言わなかったけど、やっぱりいろんなことが変わっちゃったのかな。おっ、これ、言われなかったらもう乳製品やなんかでできてるんじゃないかなって。そうですね、気づかないですね。分かんないよね。豆乳ホイップ、かすかに豆乳かなっていう感じはするんですけど、でもすごくふわふわ美味しくて、生クリームがまったりとした感じで、美味しい。十分じゃないか。本当にケーキ食べられない子供いたらかわいそうだよ。そうですよね、楽しみが本当なくなっちゃうもんね。はい、ペカさん選ぶ。はい、あそこだよ。こっちからですか、じゃあそうですね、バラエティーいきますね。なんかバラエティー、はい、なんかこうこんなものを食べられるかなっていうのは、ちょっと気になります。はい、写真にも出てます。捨てられる魚を生かせと、これいいこと。 B バラエティー多彩。静岡県のこのスーパー、ちょっと変わった売り場があります。普通のスーパーにはないいろいろな種類の魚が並んでいます。赤い縞模様が特徴の鷹の葉鯛、糸のようなひげが伸びた糸引きアジ、さらにこんな奇妙な形をした魚、赤ヤガラ。日本各地の漁港ではアジやサバなどに混じって、実際にはあまり流通していない魚も水揚げされているのをご存知ですか。サイズが小さい、見た目が悪いなどを理由に捨てられたり、養殖魚の餌となります。こうした魚は未利用魚と呼ばれ、水揚げの3割にもなります。しかし中には流通している魚に負けないくらい美味しいものもあるのです。そこで未利用魚を手頃な値段で販売しようというスーパーが増えてきました。いつも買います。あ、安くて美味しいんで。いや、珍しいし、お刺身食べてみようと思って。消費者のニーズに応えようと、新たな未利用魚を探そうという人たちもいます。京都で鮮魚の卸売会社を経営する田中敦さんです。田中さんが今注目しているのがこのウチワザメ。愛媛県の近海で年間を通して取れますが、身が少ないため地元では捨てられていました。しかし田中さんは尻尾の部分は刺身にできるのではないかと考えています。色鮮やかで弾力があり、東京や大阪など都会に出荷して新しい味を定着させるのが田中さんの夢です。探せばこれからももっとウチワザメみたいな魚多分いろいろ出てくると思うんで、まあ、これからもいろいろ漁港を回りして、で、まあ、探していきたいなとは思います。そうですね、まだ宝はたくさん眠ってると思います。食べ物を粗末にしない、資源を無駄なく利用するというだけでなく、未利用魚の活用は今後の食料自給率の向上にもつながると期待されています。いいことです。
網にかかったら捨てちゃうんじゃもったいない。もったいないです、ね、日本全国広いんでね、うん、さっき あのワニの食べ方、まあ、サメを食べるじゃないですか、うん、で秋田だとエイを食べるんですよ、カスベとか言って。で例えばその日本全国の知恵をこうにシャッフルしたら、うん、先ほどのうちはザメっていうのあれ僕ら見るとエイですよね、うん、そうだ格好は、エイの食べ方やなんかっていうのが、うん、いろんなヒントがあるんじゃないかなと、あると思う、思いますよね、うん、ね、意外ともすごく美味しいものとかがありそうですよね、うん、どうですかプロから見て。プロから見て、あもうああいう私も見たことない魚がいっぱいありましたし、あと、うん、私たちは高級魚として扱ってる魚、ヤガラなんか高級魚なんですよ。あのやたら長いやつ、はい、赤いやつ、ね、高級魚、はい、あれどうやって食べるんですか。あれ蒸すと美味しいんですね。蒸す、はい、へえ。でそういったものをどん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 元世界中が日本の料理の作り方を学びたいって今来てますから、うん、逆に日本人ももっともっと自分に挑戦していただきたいですよね、うん、はい、はい、結構でございました。はい、もう一枚いこう。はい、私はちょっと気になったのは、うん、こちらですね。ユウ、なんで気になりましたか。なんか見たことのある果物だったので。あ、果物は気になった、はい、でも異常気象から生まれたのかなと思って。あ、そう、塗り替わる果物マップ、関口カードありがとうございました。引いていただきました。ユウ、Unusual Weather、 異常気象。ひときわ目を引く鮮やかな赤い果実、サボテンに実るドラゴンフルーツです。中南米諸国が原産で、日本では沖縄での栽培が有名です。しかしここは沖縄から1500キロも離れた千葉県の南房総市、栽培可能な地域が今北へ広がっています。熱帯の果物を栽培する農家のもとへ観光客がやってきました。11月間近のことです。いらっしゃいませ。それでね、白もあるし赤もある。ドラゴンフルーツを栽培している福原照夫さんです。もともとは米とみかんを作っていた福原さん。全然違う。この地域が暖かくなっていることを感じ、栽培にチャレンジしました。私が子供の頃はもう絶対できなかったんですよね。もう寒くてね、つららも30センチぐらいのつららがいっぱいあるような状態でしたから、10年15年ぐらいになりましたら、やっぱり房総半島がですね300キロぐらい南に下がったような感触になってきまして、暖かくなってきたんですよね。地球の温暖化は果物の産地を塗り替えようとしています。みかん生産地の移り変わりを見るシミュレーションです。黄色で記されている現在の生産地、しかし50年後には北に広がり、今栽培されている場所は適さなくなるという予測が出ています。今も店頭ではみかんの日持ちがしなくなっているといいます。糖度が多いんで酸が少ない分こうやって痛みが出始めるんですよ、売り場に出してると。温暖化によって酸味が少なくなった結果、以前より痛みの早いものが増えています。千葉県の福原さんの農園では、ドラゴンフルーツの他にも様々な熱帯の果物を栽培しています。どの果物のどの品種がこの土地の気候に適しているのか、現在50種類もの品種の試験栽培に取り組んでいます。暖房しなくてそれが越冬できるっていう、それだけですごい夢かな、叶えられてる。南国フルーツが好きだからそういうふうになってね、そういうことができるっていうのがいいですよ。うまくいくといいなっていう、それだけで今作ってます。南国のフルーツは各地が新たな名産地となる可能性を秘めています。50年後の食卓にはどんな果物が並んでいるのでしょう。どう、生まれ育ったのが千葉なので、まさか千葉で沖縄の名産品が育てられているっていうのがすごくびっくりしました。びっくりして喜んでますか。
喜んでいる反面この先がちょっと不安。そうだよな、はい、それはまあ作ってらっしゃる方を喜ばれるのは分かるけれど、そう喜んでばかりもいられない、いられないと思いますね。この5年間ぐらい僕畑と米やってて、結構異常気象です。で虫が死ななくなってるんですよ。寒くならないから虫が死なない。そう、畑に行って11月12月ぐらいになるとモンシロチョウやなんか飛ばなくなるんだけども、まだ暖かい日があったりするとモンシロチョウが飛んでて葉物やなんかやられちゃうっていうのがあるんですよね。それは畑やなんかに出てると怖いなってのがありますね。だから自然っていうのは何だろう、いいことがあると裏には悪いことがあって、そうですね、なんかそういう感じになってるのかな。だって昔北海道で米なんてそんな取れなかったでしょ。そうですよ、今適地ですから ね北海道が米が取れるようになっちゃった。魚もそうですよね。魚どんどん温度が上がってますから、南の魚が本当に東京湾ともっと上でも、漁師さんがね、はい、見たことないから魚類図鑑持ってるって言いますから面白いね、はい、そうかもしれない。はい、あとさ枚かな、はい、第3部あと3枚誰選ぶ、長嶋さん選ぶ、じゃあ Y よ。 Y、 一年中、いつでも野菜が作れます。 Y、 Year Round、 一年中。防塵服にマスクの男性が見つめる先にあるのはレタス。ここは植物工場と呼ばれる施設です。太陽に代わる人工の光、土と水の役割を果たす窒素やカリウムなどを含んだ培養液が使われ、温度や二酸化炭素は空調設備で制御します。建物が密閉されているため有害な虫や菌がつかず、農薬を使う必要もありません。食の安全への関心が高まる中、植物工場は全国に広がっています。消費者にとっても植物工場の野菜は身近な存在になりつつあります。このお店では自社の工場で作った野菜を販売しています。え、喜んで食べてます。あのみんな喜んで。このお店の奥に足を運んでみると、実は販売しているすぐそばで植物工場が稼働していました。採れたてに限りなく近い鮮度、輸送コストもゼロ、植物工場は立地を選びません。技術も日々進歩しています。これまで植物工場といえば葉物野菜が中心でした。しかし最近、大根やごぼうなど根菜類の栽培も始まっています。それを可能にしているのが人工的に作られたこちらの土です。乾燥させた水苔に粘土を混ぜて作ったこの土には細菌を寄せ付けない特殊加工が施されています。で、今からこれを水が入ったお皿の中に入れてみます。普通の土の10倍の保水力を持ち、水の節約にもなります。根茎のものを、上にできる葉菜類、あと、まあ、実のなる花菜類ですね、栽培できる可能性はありますのでですね、まあ、そういう可能性が あるということが、逆にいろんなビジネスモデルを生むきっかけになるんじゃないかなと。日本が発祥の植物工場、その技術の粋を集めたのがこのコンテナ型植物工場です。屋根には太陽光パネルを搭載、電力を自ら賄います。コンテナの中は電気を蓄えるリチウムイオン電池や水の浄化循環システムも装備、照明には LED を採用しています。高い技術力を誇る日本の植物工場には海外からも熱い視線が注がれています。ハイテクな植物工場に感動しました。なんて便利な技術なんでしょう。それは今大きなビジネスチャンスにもなっているのです。さあ、どう捉えたらいいですか。歓迎、
いや僕は ある程度歓迎する部分っていうのがあると思うんですよね。安定的に取れるというところがあるんで、例えばレタスやなんかだと、うん、その土壌でやってると結構左右されるところがあるけども、安定的に欲しいっていう部分ではレタスっていうのがずっと出せることがあるっていうのは、うん、そういうメリットはあります。ね、それと高地が少なくてもできるっていうところがあるんですけどね。はい、どう思いますか。なんかすごくリスクが少ないとかは分かったんですけど、ちょっと近未来的すぎちゃって、うん、なんか土についてる虫とかが、うん、なんかそのサイクルを生んでるとかそういうのはないんだなっていう、ちょっと寂しい気もします。あんまり馴染んでないんですね、まだ。でも家にあったらやりたいなって。あ、やるんだ、はい、家庭菜園ってやっぱり難しいところもあるので、うん、ああいう技術を教えてもらえたら嬉しいなと、はい、あそこに来ております。すごい、はい、よろしかったらああいうふうになさると。いやなかなかリーフレタス、レモンバーム、バジル、クレソンなどがそこに、どんどん増やしてほしいですね。なんか喜んで、はい、いやもう素晴らしいです。素晴らしいんだ。いやだからその年中で取れるような野菜が絶対大事だし、うんうん、輸入品だってそれいろんな問題多分抱えてると思うし、うんうん、ちゃんとしたその工場の中で綺麗な野菜を育てて、うん、皆さん食べた方がいいんじゃないですか、ね。そうだね。世界も救うかもしれないですよね。日本だけじゃなくて、海外にこれを野菜ができないところとか、砂漠の国とか。そうですよね。そういうところに持っていくと非常に。でもなんか同じような格好してるが似て非なるもんじゃないかみたいな。なんかその気がしたんだね。我々はまだ馴染めないぞみたいなね。でもまあ、これから研究がどんどん進むんだと思いますよ、うん、こういう世界はね、はい、うん、さあ時間なくなりました。あと一つ X か Z 最後選ばせてあげます。柳原さんどっちにしますか。どっちでもいいです。どっちでもいいですか。じゃあ Z 最後熱意を。はい、分かりました。熱意を選ばれました。熱意とは何ぞや。天然物よりうまいものがあるつうんですよ。 ZEST 熱意。今年の春、今までにないレストランが大阪にオープンしました。開店時は入店に2時間待ちという人気の料理の正体は。お待たせいたしました。こちら本マグロ三昧お作り盛り合わせでございます。すごい、はい、実はこれ完全養殖のクロマグロの刺身なんです。かつてマグロの養殖は稚魚を捕まえて生けすなどで大きく育てる畜養という方法でした。しかし平成14年近畿大学はクロマグロを人工的な孵化から育て卵を産ませる完全養殖に世界で初めて成功しました。生きた魚しか食べないと言われたクロマグロ用の配合飼料も完成し、コストも下がってきました。天然物が美味しいっていうのはありますよね、うん、先入観で養殖はちょっと避けますよね。でも美味しいです。味では天然の魚にはかなわないと言われてきた養殖魚が今変わり始めているのです。東京港区の和食レストラン、この店では30年以上にわたり天然の魚にこだわってきました。ところが去年から愛媛産の養殖マダイを使い出しました。この鯛は旨味成分の一つイノシン酸が天然物より 15% 以上も多く含まれていて、味はもちろん歯ごたえのある食感も好評だといいます。旨味、歯ごたえ、その食感っていうんですかね、まさしく本当天然を超えて、お客様にお出しした時には本当にお客様が素直に美味しいねっていただける一品だと思うんですね、これは、はい。養殖魚のイメージを変えた愛媛県産のマダイ、今では食の安全性や味の面からも信頼を得ています。マダイの養殖を手掛ける徳弘太一郎さんです。20年近く研究を重ね、愛媛県産マダイというブランドを作り上げてきました。徳弘さんは天然を超える美味しい養殖魚を作ろうと
地元の飼料メーカーと連携して独自の餌を開発してきました。従来のイワシを中心とした餌にカニやイカ、また果物の粉末などを加えます。出来上がった餌は必ず自分で味見をします。でもこれ味いいな。現在は地元産のエビ、北海道日高産の昆布など30種類をブレンド。エビや昆布の旨味が鯛の身に凝縮され美味しさが増すといいます。餌のコストは3割ほど増えましたが、品質は高く評価されるようになりました。丹精込めればきっとコシヒカリのような松阪牛のようなそんな鯛がね、魚ができると思ってるんですよ。それをもっとグレード高く作りたいな。餌の開発などでかつてのイメージを覆しつつある養殖の魚、今安全安心とともに味覚もアップして新たな評価が高まっています。いかがでございます。いや絶対美味しいです。いいですか。絶対に美味しいです。歓迎しますか。あの僕一回のブリの養殖 のファーム行ったことあって、そこでもう一緒にまあ、取っていろいろやったんですけど、その餌にどんだけもうこだわってたかびっくりするほどですけど、餌が良くなったんで魚も良くなったの。だどんどん美味しくなるんです、なんか自然のものがいいって頭が天然で作ってなんかすごい良さげな感じしますもんね。天然って言うとあれだけなんです。魚だけなんですよね。他の牛とか野菜とかは天然っていうより栽培してるじゃないですか、餌を。言われりゃそうだな、育てる漁師っていうね、今養殖ってのは育てる漁師ってこれからすごく必要になってくると思うんですよね、もう天然物がまた少なくなってきてますから。魚がなんか、なんかそういう話聞くと寂しくなるじゃない。寂しいんですけどね。なんかね、しょうがなくてやるのかみたいな。でもそういう時代になるかな。人口も増えてますからね。でこれで天然の高級マダイと同じぐらい2kg で7800円ったらそんなもんですか。いやいい値段です ね高いですね。それぐらいな、はい、それぐらい美味しいんです。お値段がなんか安いイメージというか、安くて手に入ると思いきや、同じぐらいなんですね。結構しますね、輸送屋なんかでも手間暇が相当かかってるらしいんですよね。餌でもあんなに手塩かけて考えられてましたもんね。そうですね。でまたちょっと小腹が減ってきましたね。もうできる頃ですよ。で行ってみましょうよ、ポコさんと。ポコさんできた？あと 2,3 分です。わ、楽しみ。楽しみですか。じゃあこれをねいただいて終わりますから、はい、で今日の感想先伺っておこうかな、はい、今日どうでした。やっぱり本当に和食の文化を大切にしたいなって改めて思いました。なぜですか。やっぱりこれがやっぱり日本人の心を表すものだなっていうこと、食と心っていうものは本当にもうダイレクトにつながってるなってよく分かった。すごく感じました。何か日本人、和食、萌えちゃん。いや素晴らしい和食を知る一方で現実実際の家庭では孤食が進んでたりとか食品ロスがあったりとか結構ちゃんと見ていかなくちゃいけない部分も多いと思う。